5回日本ゲーム大賞で最優秀賞をはじめ、数々の賞に輝いたセガのゲームといったら何？ドラクエ。じゃあ今日は一人でロケをする。セガファンタジースターオンラインです。そう、第5回日本ゲーム大賞に輝いたのはセガのファンタジースターオンライン。そのバージョンアップ版が6月7日に出るということで、このお二人にお話を伺いにやってきました。いや、しかしもうあのゲーム大賞、はい、何部門何個トロフィー盾持ってきました？全部6ついただいたんですかね。おめでとうございます。ありがとうございます。本当に僕たちも取れると思わなかったので、その評判も興奮も冷めらぬうちにもうバージョン2。そうですね、はい、本当にこのネットワークゲームっていうことで、はい、ゲーム自体がですね、今までと違ってこうよく今までだったら2とか3とかってありますよね、うん、そうじゃなくて、まあ、ゲームを成長させようということで、うん、バージョンを少しアップしていこうっていう、ね、よりこう面白いモードを用意していって、うん、今の人たちにもっともっと楽しんでもらおうっていうのがこの今回のバージョン2なんですよ。で、一番気になるところ変更点なんですけれども、どういうところは？そうですね、まずあのチャレンジモードっていうモードがありまして、はい、これはあの4人でみんなで協力しながら冒険すると、うんうんうん、でゴールを目指すんですけれども、うん、今まで の, あのファンタジースターオンラインと違うところは、誰か1人が死んじゃうと全員ゲームオーバーになっちゃうんですよ。追加点その1、チャレンジモード。一度冒険に出ると戻ってこれない上に、仲間が1人でも死ぬと終了になってしまうため、チームワークが大切なのだ。マッチョ3人いるところに俺見てるんですけど、待ってよ待ってよって今までうるせえこのチトンってなったのが、もうそれが今回はほっとくわけにもいかねえみたいな話になってるわけですよ。他には他にはですね、あのまああの ESO のバージョン1からどんどんあのみんな強くなってますんで、今度はその強いユーザーが遊べるためのアルティメットモードというさらに難しいモードを用意してます。追加点その2、アルティメットモード。バージョン1の最高難易度より難しく、最高レベルが200までアップ。ニューモンスターやレアアイテムも新登場。微妙な変更なので、ちょっとなんかこう聞いただければちょっと面白そうですね。そうですね、今までのこうちょっと楽なところ、レベルが上がってくるとちょっと冒険が楽になってくると思うんですけど、うん、そこをこう、うん、もっとギュッとし、あのなんていうんですかね、そうですね、緊張感がかなり、うん、かなり高まってますね。止まりそうになりますよ。さらに会話を楽しむビジュアルロビーにボールゲームが登場。さらなるコミュニケーションが楽しめる。一番の変更点を言うなら、そうですね、今回あのバトルモードといいまして、はい、みんなでもうワイワイ追いかけっこなんかしながら楽しめる、みんなを倒し合えるわけですよ。そうですね、あアルティメットモードすらクリアするやつ出てくるわけじゃないですか、はい、そしたらじゃあ強い敵ってなんだって言ったら、そいつらなんでしょうね。そうです、もう人間になるんですよ今度はね。それ面白そうじゃないですか。まさになんかバトルロワイヤル状態なわけじゃないですか。さしてくれ。じゃあ、今セガ社内だけではできますから。じゃあさ、俺が勝ったらプレゼントとかもらえます？じゃあそうですね、僕たちに勝てば、なんか今すごい挑戦できないから、なんか挑戦できない、勝ちますよ。ゲーム業界最新のトピックス、トピックスニュースエキスプレス。今週のトピックスはこの4つ。まずはあのディズニーとスクエアがタッグを組んだこの作品から。主人公となってディズニーのキャラたちと冒険を繰り広げる RPG キングダムハーツ。 FF シリーズのスタッフが制作したとあって、魔法の名前が同じだったり、名物キャラも登場しちゃうぞ。カプコンが送り出すコミカルアクションゲームの登場だ。マンションの管理人になり部屋の配置をしていくアクションパズルゲーム、ワンピースマンション。住人の特徴をつかみ、ストレスを感じさせないよう快適空間を作ることが君の仕事だ。あのボードゲームの続編がいよいよ登場。オンライン対戦が可能になり世界が広がったカルドセプトセカンド。登場するカードは450種類以上。少しずつ増やしていって最強のブックを作り上げよう。最後は今週発売のおすすめソフト。今週は個性豊かなアクションゲームが目白押しだぞ。まずは見知らぬ世界に迷い込んだ主人公を救い出していく RPG エンドネシア。元の世界に戻るには50人の神様と会わなければならないのだ。
メラマンになり街で起こる様々な出来事を撮っていくアクションゲーム、劇者ボーイズ特ダネ大国日本、秋葉原や心霊スポットなど様々な舞台で起こるスクープをゲットしていこう。レイマンはストーリー性の強いアクションアドベンチャーゲーム。主人公がジャンプや攻撃をするのはもちろん、泳いだりヘリのように飛んだり水上スキーをしたりと様々なアクションも見せてくれるぞ。スーパーファミコンで人気だった RPG 新女神転生がプレステに登場。ストーリーや世界観は壊さないまま、ダンジョンのクオリティや操作性に関してはアップして復活しているのだ。クレイジータクシー2、何でもありのカーアクションゲーム、クレイジータクシー2。団体客で一攫千金を狙えたり、新アクションのホッピングが追加されたりと、モアクレイジーでニューヨークの街をぶっ飛ばそう。現代、過去、未来、3つの時間軸の謎を解いていくアドベンチャーゲーム、エクソダス・ギルティーネオス。豪華声優陣の起用、ビジュアルシーンの大幅増加と壮大な冒険世界は進化しているのだ。じゃあいい？この番組はエンターブレイン、任天堂とご覧のスポンサーの提供でお送りします。これ入れたら全国優勝？緊張する。今私たちは全国のライバルと戦っている。やった、ベストスコア。父さん、携帯貸して。モバイルアダプターをつなげばライバルがどんどん増える。全国に広がる。僕の名前が載ってる。たかし、全国14位。うっす。もう一回チャレンジ。モバイルゴルフがゲームをさらに深くする、モバイルアダプタ GB とセットで新発売。コンペに参加してゼクシオをゲットしよう。全てのドライバーへ捧ぐ徹底攻略、グランツーリスモ3エースペック。ヒアリングサーガも大攻略、限定商品販売中。エピック冒険、感動、戦略、その全てがここにある。プレイステーション超大作ヒアリングサーガ好評発売中。第5回日本ゲーム大賞に輝いたファンタシースターオンライン、その最新作が新モードをプラスして新たに登場。そこでその中のバトルモードを使い、伊集院と開発者チームでプレゼントをかけ鬼ごっこ対決をすることに。要は僕が勝てば皆さんからこうプレゼントがもらえて、まあ、僕が負けたところで発売前の評判のゲームを一人体験できたっていうだけでもね、これ何の損もないんですよ。それを見てください。あー、伊集院の本気を引き出すために負けたらタライが落ちるよセットを用意。リアとかやった？何笑ってるの？聞いた今、ルーとか言ってるの？リハはもうそうでなくても最近物忘れがすっごい激しいんだから。俺先々週の火曜日だよ、33になって寝ぐそしたんだよ、寝ぐそ。そんな人にタライを殺したらボンニュニューって出ちゃうの。まあ勝っちゃいいんでしょ。頑張ってくださいよ。一つだけ言っときますよ、はい、これだけのセッティングしてあっても僕はこれを無駄にすることなんとも思わないですからね。マジでやりますから。ちなみにバトルモードは2対2のチームバトルや全員が同一レベルで戦えるなど様々なルール設定が可能。今回は伊集院が3人に倒されたら負け、逆に3人を倒すか10分間逃げ切れば勝ちとなる。ゴーゴースタートです。走るの部分、走るの部分、これこのままもうそのまま走っていただいて。これもう好きなところにいるんだ。どんどん行って止まらない。これで、これだ。あ、もういいのか言ってよ。トヤさん変な格好になってると思ったら違うよね、今のはね。あいつもいるのね。あ、逃げる。あ、なんか。あ、逃げた。逃げた。あんた関係ない、あんた関係ない、あんたタライド落ちてこないだろ。うわぁ、シンガーじゃん。捕まんなくてシンガーじゃない、これもしかしたんですか。大丈夫、プレイヤーじゃない限りは大丈夫。OKOKOK、はい、待ってください。なんか怖い、どっから来るか。その頃中さんはダメージトラップという罠を仕掛けていた。あ、武器、さっき死んじゃったからないです。もう逃げるしかないです。そうなんだ。戦闘能力ゼロみたいな。ああ、なるほどね。はい、それ言ってくれればよかったかな。
なんかいろんなガイツ寝るよ早く逃げて。おじけづいた伊集院は作戦変更、必死に逃げる。しかし畑さんはそんな伊集院を見逃さなかった。うわ、なんかうわ一番怖いのが畑さんがどこに。あ、誰が来た、誰が来た。違う違うってバカ、俺じゃねえって。わあ、もうオーカブラーデンだよ、オーカブラーデン。後ろから来てるの畑さんなんだよ。来てる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 。違う違う、後ろに行ったら来てる。違う、まあ、ストーカー防止法案とかあんだぞ。後ろからちょろちょろバレてます、バレてる。今やられたんですか。僕は長さんがセットした罠に引っかかっちゃいましたね。罠なんてあんの。まあまあと引っかかりましたね、僕の罠に。ダメージトラップっていうのがあってですね、そこにこう仕掛けといたんですよ。物を拾おうとするだろうなと思ったところ。長さんね、長さんはねゲーム大賞受賞者なんですから、そんな子供みたいにね人を罠にはめてニコニコ、あの顔どう、あの顔。やっぱこうしてやったりみたいなところがこのバトルの面白いところで。あ、なるほどね、そういうのあった方がね面白い。それではタライタイム、3、2、1。息止まるな。違う、落としたガチーンって。息止まる。新人アイドルさんいらっしゃい。新人アイドルが森本沙耶香とゲーム対決し、勝てば20秒間 PR できるという素晴らしい企画なの。それでは、今日のアイドルさんは誰でしょう。はい、よいよ。私です。はいよ、川島レミです、よろしくお願いします。今夜の新人アイドルはお菓子作りが趣味の川島レミちゃん。セクシーな眼差しで PR ゲットなるかな。なんで、よろしくお願いします。なんで。森本との関係はどうなんですか。あの、さやかちゃんの事務所の、うん、ま、先輩なんですよ、一応。なんですけど、なのでやっぱりあの政治の圧力が、圧力がかかるんで。はい、いや、すごい憧れとしてる先輩なんですけど、今日は、先生堂々と戦います。そうですよ、そこはそこ、うん、同じホリプロでも俺は潰したい。それと同じ感覚で皆さん頑張っていただかないといけないわけなんですよ。わかりました。ちなみにですね、このカメラに名前を付けなければいけないんですよ。名前、はい、あのサイズの方は、サイズの方は、はい、82です。82の D、 D カメでございます。 D カメちゃん、 D カメちゃんでは、 D カメちゃん今日も活躍してもらいます。 D カメちゃん、どんな風に活躍するかというと、こんな風に活躍してもらいます。ナイスアングル。さあ、今日チャレンジしてもらうゲームはこちらです。今夜は専用コントローラーパーコンを使ってミニゲームが12種類も楽しめるこちらのソフトで対決よ。はい、もうルールは簡単です。このお茶の間バトルの一つのゲームで一番得点が高かった人が PR タイムですから。はい、ヘビ姉さんにたどり着いたら OK、 振り向いたら防御よ。これ初めてだ、このゲーム。ヘビ姉さん、レディした。ゲームウェーブ出したことないじゃん。ムカつく、絶対やる、やばい、絶対やる、ムカつく。たださあ、はい、さあ、もう一回、もう一回、もう一回。途中経過はご覧の通り、次の3回戦で決まるわね。危なかったな。危なかった。
何が？あ、じゃあこれとりあえず見てください。わーいだー。さあ、もう厳しいルールです。勝たない場合は何の PR もできません。ということで PR したい新人アイドル大募集、詳細は番組ホームページで。全てのドライバーへ捧ぐ徹底攻略グランツーリスモ3 A スペック、ヒアリングサーガも大攻略、限定商品販売中。新しいカードバトル始まる。ついに新女神転生の悪魔たちがカードゲームになった。新女神転生トレーディングカード、カードサマナー、スペシャルカードを手に入れろ。うん、今やってる。あ、バトル入った。え、なにこれ、どうすんの、やられた。え、押すの、ロールプレイングゲーム、シャドウハーツ。リエさん、首がなくなるまで頑張ってくださいね。首がなくなるまで。ズボックみたいになる。はい、今度はあのアイテムに釣られないように気をつけてくださいね。はい、釣られちゃダメ。だから、ユウさんね、いつも言うけど、先に言って。いや、そう。僕、言おうとしたんですけど、だってさ、アイテム言っちゃうんだもん。武器がねえとか言うから、じゃあ、武器だもん。確かに。確かに。確かに。なんでないですか、それ。頼みますよ。無駄に池谷君に言ってる場合じゃないですよ。私も思いました。気を取り直して、2回戦スタート。場所変わった、場所変わった。場所変わりました。場所変わった。なんか雰囲気。はい。この子、こっちからも罠仕掛けてやってあげ、やりましょう。いきなりいる。なんでこんな近いの、なんでこんな近いの、こっちが黒こじだから、なんでこんな近いの、おかしいじゃん。あ、違う、痛い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 、いきなり近くにいたじゃないですか、今回。なんか、いや、そういうこともあるんですよ。そういうこともある。ちょっと考えてくださいよ。いきなり近くにいたからって、前にいたからってやっつけるって、それどういうことですか。もうちょっと時間をね、長くしてみんなで楽しむとか、俺としてもなんかこうテレビ的にどうだった話になるでしょ。ちょっと僕もなりますよ、それは。です違う、そうじゃなくて、さっきなんとかタイムみたいに言ったでしょ。ああいうのないとさ、ああいうのないとびっくりした今。突然三好さん4人になるから、あんなことあったよ。ハマさん光るのすげーいい話。コナミアカデミー最優秀賞の受賞した、ボーナスは2億3000万円でした。最優秀賞はですね、遊戯王カード。あー、しかも2年連続らしいんですよ。やっぱり何十人かのチームで最終的に分けるんですよね。でも、うん、遊戯王のカードのチームは、うん、恐ろしく人数少ないみたいですよ。あ、そうか、返すとか違ってカードだから少ないんですか。そうなんですよ、今日ルール決めと。だから、じゃあ例えば10人とかだったら2300万丸もらい。もっと少ないみたいですよ。嘘。しかも、最優秀賞の時2位が優秀賞なんですけど、優秀賞が、遊戯王のゲームボーイのやつなんです。それプロデューサー同じ。実際問題、今ゲーム関係で一番稼いでる誰なんですか。いや、その人が間違いなく稼いでるでしょうね。まあまあこうする、まあ、だけどこの上だってポケモンは、あ、数えないでくれってもう何回もあの雑誌で言われてるんですけどもね、うん、おそらくタジリ君は全部足すここから僕は金銀と青緑赤入ってますよ、うん、奥が、うん、奥、僕間違いなく奥ですよ。堀井さんだって1本売れれば100円になってるでしょ。360万本で、まあ、うまいね。実際でもさ、ゲーム業界ってそういう意味でさ、お金があるとことないところ、もしくは当たったところ、焦げたところの差が
激しいじゃないですか。ですね。でも当たったところとか今勝ち組のところに関して言えば、それは社員の方にも熱いだろうし、その会社自体もどんどんでかくなってくるじゃないですか。任天堂は賞与16ヶ月とか出ますからね。16ヶ月。っていう感じですね。今あそことかどうなったんですか。あのラブデリック。ラブデリックも2校かなんかで分かれましたよね。ラブデリックは2校に分かれて、うん、5月31日エンドネシアっていう作ってますよ。リーコの続編、はいはいはい、あれめちゃ面白いですよ。でもあれもすごい見てると、うん、その本人たちが今お金もらってる段階までいってるかどうか分かんないけど、少なくとも制作費はすごい出てますよね。制作費自体のバックアップはおそらくね、見てると1億2、3000万から5、5000万ぐらいもらってますよ。だから第一段階としてその本人たちが恵まれる前にちょっと制作費が期待されて上がるってありますよ ね、 ありますね。大ヒットの予兆、その1個前のところに。そうそうそう、ソフトハウスなんか、ソフトハウスの名前は残ってるのに、もうその最初にゲーム出した時のメンバー誰もいないってことがあるでしょ。ありますね、あります、あります。あのヒット作を作ったって会社がダーッとなって、で合併するぞってガッて買った瞬間に人がみんな辞めてるっていう話よく聞きますよ。トラジャンみたいな、うん、どうすんだよ、人いないぞ、ジムしかいないぞっていうのあります。合コンにシシガールズが来るって聞いたら知らねえやつばっかじゃねえかよみたいな。青田とか藤森とかはあれはもうすでに CC があるんではございませんみたいな。そういうことなの。あのさ、一つ質問なんだけどさ、はい、お前なんで切る気満々なんだよ。お前じゃあこっからのが応援しやすいじゃないですか。頑張れ頑張れ。なるほどね、はい、そっからの方がね、はい、やりますよ。まだ勝負ですからね。まだ首があるから大丈夫。大丈夫大丈夫、ほらほら、まだあるから。っていうかないかも。あるからやるよやるよ。じゃあこうし、こうしましょうや。罠なし。あ、なしですか。罠なし。それぐらいは天下の長さんが飲まないってことになると、じゃあ今回罠なしで。じゃあ、はい、なしだね。それは大丈夫じゃないですか。大丈夫、接近戦に持ち込めばいいんですもんね。強いキャラクター選びましたから。ナイスナイス、三好さん初ナイス。さあそれじゃあそれじゃあいくよ。逆にやっちゃいましょう。そうなんですよ、全員倒しちゃえばいいんですよ。そうです、いるじゃん。すごいでしょ。一人ずつなら勝てますよ。そうなんですよ、バトルロワイヤル方式です。ちょいとした藤原達也ですよ、俺は。そうなんですよ、追いかけられてばかりいたんですよ。もう拾っちゃえばいいんですよ。こっちからやってやりゃいいんですよ、やってやりゃ。要はね、今までなんかね、変なね、普通の敵とか、お前くんじゃねえっつってんだよ。怖いんだよね、相手違うからね。あいつなんだよ、かわいげねえやつだな。おい、ほらほらほら、カンパの野郎、父親の野郎、ほらさあ、カンパの野郎、誰もいませんよ、伊集院様。いないときは強いんだよ。誰もいないと調子に乗る伊集院に畑さんが忍び寄る。あ、男らしい、こういう戦闘に突破の勝ちでしょ。しかもすぐそばで待ち伏せする畑さんに気づいていなかった。撃ってみましょう。だろうね、上がってね。え、待って待って待って、おい、上がって痛いじゃねえっすよ。何ちゃんとする余裕持ってたわよ。俺はローテーメー、今まで俺は師匠持ってもやる。おたとめやってもやる。待てもね、おたちまだわがやろ。逆方向から中さんが迫り来る。あれ誰だ、あれ誰だ、また来た、いろんなの来たでしょ。牽制振りと見た伊集院は体勢を立て直そうと一旦逃げる。しかし二人は伊集院を追いかける。このボールだ、待って、今畑田さんが来てる、うん、その頃戸谷さんも大接近。伊集院絶対絶命、大ピンチ。うわー、囲まれてる、囲まれてる。やっつけそうですよ。旗だな、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 旗短命政権を狙います。お前がこれやろ、父親やろ、剣じゃねえよ、父親やろ、やっつけろ、やっつけろ、やっつけろ、くね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 ろ、よし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 、二人やったの、二人やったの、これ、二人やったの、あとだ、あとどれだ。
富山ってこの野郎、富山どこだ俺、富山後ろかけ見ますよ、ちょっと富山これ野郎、この野郎、うん、すごい、やったやった俺やったじゃん、やった俺やったよ、全員やっつけたよ、勝ちました、あーごめんなさい、勝ちました、あーごめんなさい、勝ったから俺今、じゃあ伊集院さんが勝っちゃったからさっきは興奮して来ちゃおうって来てた、バカじゃないのお前、ゲームボーイアドバンス、ロケットスタート、ブラストターン、インがいた、行け、ジャンプ、よし、はえ、カートリッジ一つで4人で遊べる、マシンと一つになる快感、テクニックを磨いて 0.01 秒を争え、ゲームボーイアドバンス F-0、 発売前の最新映像1分45分収録、映像で見る黒レビマンスリークロスレビュー、盛りだくさんのコンテンツが120分以上、ゲーム MDVD、 冒険、感動、戦略、その全てがここにある、プレイステーション超大作ティアリングサーガ好評発売中、この番組はエンターブレイン、ニンテンドーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここでプレゼントのお知らせ、伊集院が頑張ってゲットしたファンタシースターオンラインバージョン2のソフトを1名に、クオカードを2名の方にプレゼント、次回はアメリカに飛び世界最大のゲームショーに潜入、 XBOX ゲームキューブの最新情報をレポート、攻略本スーパーロボット対戦アルファガイドコンプリートガイドとそのソフトをセットにして5名の方にプレゼントします。番組の最後は人気ゲームトップ10、こちら。